カリーノ株式会社カリーノファシリティーズ、A 賞、カリーノファシラティス COLTD は熊本県熊本市に本社を置く不動産会社。かつての九州地区最大手スーパーマーケットチェーンの中核企業株式会社コトブキヤ、コトブキヤの更新企業カリーノグループの中核企業である。コト時代は総合スーパー業態のコ 百貨店業態のことぶきや百貨店、食品スーパー業態のクラシカン、ディスカウント業態のキット、および百貨店業態から、衣類、雑貨に特化したアクシストといった店舗ランドを展開していた。須崎末子が大分県西岸大手町に開業した化粧品店を発祥とする、税務所を体感して、家業を継いだ息子の樹崎はじめが後を次法人化すると、 次第に医療品や日用品、食品などと品揃えを増やし、九州を代表する総合スーパーマーケットチェーンへと成長した。出店地域は創業地である大分や、その後本社を移転した熊本をはじめとする中、南九州が中心であったが、1970年代後半に入ると福岡県など北部九州への出店を加速する。この頃は同じく、 九州を地盤とするユニードとライバル関係にあり、ユニードが大英グループ入りした時には対抗心をあらわにして合併おめでとうセールを開催している。ユニードとの間には本州勢の九州進出へ対抗すべく合併話もあったと言われるが、実現には至らなかった。また、ベスト電気とも家電関連において統合や提携を模索していたが、こちらも実現には至っていない。 80年代前半に入ると、この出店構成が裏目に出て、1982年には、不採算店の大量閉鎖に追い込まれている。同年には、専務が逮捕された。その後、バブル期に乗じて、再び出店を加速。この頃に急成長を遂げ、最盛期には130店舗余りを抱える九州を代表する小売りグループとなった。その勢いをよかって、 九州街へも進出、中国、とぶき屋を設立して、山口県への出店を果たした。しかし、バブル崩壊とともに、売り上げが減少、新規出店に伴って増加していた借入金が、経営を圧迫することとなる。1992年には早くもメインバンクである、西日本銀行、現在の西日本シティ銀行から長を迎え、創業者一族は、 経営から締め出される結果となったが、この時の会社と創業家との確執は、地元マスコミを賑わせることとなった。銀行に経営が移った後も瞑想は続く。福岡地区の帰還店であった、エレレ、博多ことぶきや、五福町はテナント料値上げに耐えかね閉店を余儀なくされたが、博多での店舗維持にこだわった経営陣は、これに代わる大型店として、 建設協力均等を含めた数十億円を投じ2001年4月28日にエレで博多と武吹や空港店として再出店する。この新店舗は博多の名を冠するものの五副町の旧店舗のような都心の回遊性が見込めない郊外型の立地であり、郊外型店舗としても既存の競合店に比べて規模や内容があまりにも貧弱であったことから、 開店当初に予定していた売り上げの半分にも満たないほどの不振を極め数ヶ月後に迫った経営破綻にも少なからず影響を与えた。最末期には過半数の店舗が赤字に陥っていたとされる低落傾向は最後まで歯止めがかからず2001年秋には同業のサンリブ北九州市に本社を置く中堅スーパー参加に入るべく交渉したがサンリブ側の交渉撤退によって 協業は不調に終わり、この提携を前提とした再建放棄の道も閉ざされた。西日本銀行からの資金支援も打ち切られ、完全に資金繰りが行き詰まった同社はついに2001年12月19日に熊本地裁へ民事再生手続きの開始を申請した。再建にあたっては不採算店舗が多くを占めていたことから、マイカルのように、 会社全体へのスポンサーを得ることができず難航した。全店舗の一括上等を模索したが、スポンサー選定の遅れがそのまま取引先の信用不安を招いて、商品調達力が著しく低下、各店舗の売り場では目に見えて欠品が生じ始めた。このため、参加スーパー全店舗の一時休業、従業員全員の解雇によって、支出をカットし、引き続き支援企業を探したが、 最終的に店舗ごとの個別譲渡へ方針を転換せざるを得なくなった。このような経緯から営業再開は個別に譲渡先が決定した店舗から順に行われ再開までに数ヶ月を要したほか一時休業からそのまま閉店に追い込まれた店舗も少なくない。譲渡先のうち41店舗と最も多くの店舗を引き受けたイオンは食品スーパーの受け皿となる新会社。 マックスバリュー九州を設立し、クラシカンの野豪をそのままに35店舗の営業を再開させた。また、九州地区に GMS を展開していた系列の九州ジャスコ、ゲミオン九州で、ことぶき屋五店舗を受け継ぎ、店名をジャスコと改め営業を再開させた。この時の営業権の評価額の解釈をめぐって、同社との間で訴訟にまで発展したが、その後、 両者は和解に至っている。継承後、マックスバリュー九州は、改装や移転などのタイミングで、マックスバリュークスバリューエクスプレスザビッグエクスプレスに野号を変更しており、暮らし間の野号のままで営業している店舗は少なく、なってきている。イオン九州は、ジャスコ3店舗が後に閉店となったが、残った、菊陽店と都議津店は、 イオングループ内の GMS 改革により2011年3月に店舗ブランドがイオンに変更しマックスバリュー九州の暮らし館から別の屋号に再変更した店舗の一部を猪木出店して新業態のワイドマートドラッグフードとして開業しているさらに2014年9月にイオングループの一員となったレッドキャベツの店舗も存在する イオン以外に譲渡されたぶき屋店舗もすべて譲渡、先の名を冠する店舗となったため、ぶき屋の屋号は消滅した。自社での店舗運営を断念したぶき屋は、保有する店舗物件を他社へ賃貸しその収益を10年に分割して弁済金に充てる再建計画を認められ、小売業から不動産賃貸業へ転換した。この再建計画は、同社の出店が、 店舗の自社保有を中心に行われていたことを物語っており、現在主流の建て貸し、土地所有者が店舗を建設し、出店者がそれを一定期間沈借するでリスク分散をおる小売業界の中にあって、保有資産の処分すら難しい現状を如実に示している。同社はこのほか旧、キヤ店舗のうちに店舗、旧家通りキヤ旧、宮崎ュヤをテナントビル、 カリーノに改装し、その運営も行っている。カリーノはもともと旧市会社のブーケが、鹿児島市天文館で運営していたもので、天文館も含め3店舗を運営するカリーノ事業を経営の中心に据えたことに伴い、称号も言うきやから2003年に、現称号であるカリーノに改めた。カリーノは当初10年間かけた弁済を予定していたが、 地下下落等に伴い遅れが生じており、計画より1年遅れた2013年8月20日に会社解散の決議に同年9月に特別生産を申請した。なお、不動産事業は関連会社のカリーノファシリティーズに譲渡され現在でも継続されている。ことぶき屋の労働組合として、ことぶき屋労働組合がある。2008年3月、 元従業員に対して有していた労働債務、国が建て替え払いしたものを除くについて、最後の支払いが行われ、元従業員に対する弁債が終了した。2008年5月、元組合員及びパート社員会の元会員、いずれも解雇時に在籍した者に限るに対し、株式会社ハーモニック、新潟県三条市発行の3万円相当。 パート社員会会員は1万円相当のカロングギフトが過去に積み立てられた組合費の残金生産に代わって配られた。このほか、上記のカリーノを含め旧、ことぶき屋店舗80店を賃貸物件として運営している。ハローの一部店舗はフランチャイズにより運営されていた店舗である。大隅半島の一部店舗は1994年に 桜デパートから引き継いだ店舗である。業務提携店舗であったが、1998年1月より、ことぶき屋が営業沈借した。なお、下店舗はことぶき屋、ハロー運営時代と異なり現在運営している。企業の仕様に変更されている。なお、関連会社のブーケは、九州地方以外にも中国、四国地方や台湾にも出店していた。また、 1972年、昭和47年までは、神戸市に、神戸ことぶき屋も存在した。他にも多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。